んた、誰？それはこっちのセリフだ。苦しめたフロアボスがなぜここに。なんとか巻いたと思ったんだけど、やるしかないか。なあそこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち何か勘違いしてないか。危ない！止められるということは、70こそよりパラメーターが弱く設定されているな。だが安易に逃がしてくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を？こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの？後ろから切りかかられるかもしれないのに。君に襲われる心当たりは全くないんだけどな。でも君は生き残りたいんだろう。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと、俺も死にたくない。わかった、今だけ協力してあげる。サンキュー。よし行くぞ。
ルリーパー、こんなモンスター初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でもステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったらとても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としてはできればしたくないんだけど、そのやっぱり君と戦わなきゃいけないのか。俺が何かしてたら謝る。本当にあいつらの仲間じゃないの。あいつらで誰のことだよ。どうやら本当みたいね。でもあんた見えてるんでしょ、私のカーソル。ああ、オレンジだな。それを見て何とも思わない。なんで普通に話しかけてこられるの。気にはなっていたけど、まあそれどころじゃなかったし。聞いたら答えてくれるのか。いいわ。私人を殺したの。そういうことだから私に関わらない方がいい。それじゃさよなら。さっきは助けてくれてありがとう。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ。それは分かった。ただもう一つだけ聞きたいことがある。教えてくれ。ここは一体どこなんだ。 SAO の中ということは間違いないだろうけど。分からない。私は1ヶ月前にここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯でほとんど探索できていないから。1ヶ月前、まさかクリスタル向こうエリアか。で、あれ使えるじゃないか。ここの階層は分からなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら俺のをあげようか。いくつかを持ってきているから。遠慮する。君はフォローエリアデータアクセス制限が解除されました。なんだ今のは。あんたそれ。え、その手に浮かんでいる文様は。いつの間にこんなものが。さっきまではなかったのに。さっきのアクセス制限がどうのっていうアナウンスと関係があるのか。あんた一体何者。どういう意味だよ。それよりここは一体どこ。あ、いや、ここは一体何なんだ。私もよくは知らないけど。ねえ、その手よく見せてくれない。え、一体何を。やっぱり同じ。同じって何が。これと同じ文様がある場所を知ってる。そこに行けば何かわかるかもしれないな。他に手がかりもないし、行ってみるよ。そのもし君が良ければだけど、そこへ連れて行ってくれないかな。別に構わない。でもそんな簡単にオレンジ、いいえ、レッドを信じていいの。確かにカーソルがオレンジってのは気になるけど、でもスカルリーパーと戦った時だって協力してくれただろ。それはそうだけど、 SAO の中で一緒に命がけの戦いをしたんだ。それだけで十分信用に値するよ。俺はキリト。君は。フィリア。フィリアか。よろしく。ん？あんたってよっぽどのお人よしか、よっぽどのバカよね。一応人を見る目はあるつもりなんだけどな。それは光栄と言うべきかしら。さあ、案内するわ。行きましょう。